夏休み納涼スペシャルというわけでですね、本日は私小宮山雄飛がですね、夏休みスペシャルということで、まあ、夏にぴったりのことをやろうとこの雨の中外に出てきたわけですけども、この人お呼びしております。夏休みね、納涼怪談といえばこの人でしょ、稲川うむじさん。はい、どうもどうも、稲川うむじでございます。はい、いやー、あいにくの雨ですけど、雨ですね。こんなところで何を今日やろうという。いやー、あのね小宮山さん、はい、お化け信じてますか？いやいや、信じてないですよ。出ましたよ、ええ、発言多いですよ、現代人そういう発言が。何が？お化けを信じてない。お化けなんていないと、ええ、いないと思ってるでしょ。でお化けはもうこのね、大都会至る所にいるんですよ。え、至る所にいる？至る所におります。お墓とかじゃなく、どこにでもいるって意味です。今なんとかトンネルとかいろいろあるじゃないですか。なんとか神社とか、 あんなとこに行かなくても。なんとかトンネルとなんとか神社は別に並列で言うことじゃないですか。お化けスポットなんですよ。お化けスポットで、そこじゃなくてもね、このね、とある公園でも、とある公園でも、はい、お化けはいると。で、あまりにも信じないじゃないですか。全然信じてないですよ。だから今日はね、このカメラ、ポラロイドカメラを持ってきてるので、そこで、お化けに向かってパシャッと撮ってみる。お化けに向かって、はい、か早速じゃあ、ちょっともう感じてるんですよ、僕。ここで撮れんの、ウムが？あ、撮れますよ、このカメラで。おー、撮ります。じゃあ行ってみますか。もうちょっと、あの、近づいてみます、はい、こっちにいるんですか？はい、こっちに、はい。小宮山さん、はい、僕がね、初めてね、うん、お化け見たのも、こういう雨の降ってる夜でしたね。本当に、はい、雨がもう、こういう雨の日にこそやっぱ、人は敏感になって感じるんですよね。だってカメラで撮るだけでしょ。いやいや、もう関係ないじゃん。いや、それをもう映して証明したいんですよ。あ、だいぶ近づいてきましたよ、今もう。何にもお化けスポットに。お化けなんているんですか、こんなところ。ちょっと待ってください。あそこ、見えますね。かなり見えますね、あそこ。何が？どこですか？そこの木の下、あれはこんなもんですね、あれは。ちょっとそれ、でもここに映るんですか、霊が？もうちょっと先ですね、もうちょっと先ですね。いる？今まあ、まあ、ちょっと撮ってみてください。あんまり、あの、あれしない、声を荒げると、で、逃げちゃうんで。ああ、はいはい。じゃあ、C で。C でお願いしますね。ふぐ！ちょっと、あの、すいません、うるさくちゃダメって言ってた。ちょっと出てきましたね。うわ、あ、もう身の毛がよだちますね、これは。小宮さん、よく持ってられますね。あなた、すごいですね。え、うむじですよね。え、うむかずじゃないですよね。うむじですよね。うむじでございます。はい、あったかれ。どれが見えたんですか？ここですよ、ここ。あ、まあ、ここにまず目が、これが目だって、目が2個ありますね。これ目が2個ってちょっと、これ目が2個で、下がこう口でちょっと赤ん坊をしてるような形なんですけど、だとしたら超ハッピーな顔してるんです、これ。いや、これはもう赤ん坊は敵対の印ですから、ね。霊は大体静かに出しますけど、怒った時は大体赤ん坊ですね。もう近づくなと、スズメバチと同じです。はあ、それなんか虫が通らない。じゃあちょっと小宮さん、あんま信用してないようですから。こんなんじゃ信用できないですよ。じゃあもうちょっと、もうちょっとですね。俺嘘つくから虫がやってきたんだ。じゃあほん、そんなこと言うんだったらもうちょっと近づきます。近づきますけど、近づきます、ね、まだ。お化けに近づきます、はい、そしたらもう少し鮮明にお化けが映ると思いますので、はい、ただ本当に気をつけてくださいね、はい、あんまりこの軽々しい気持ちで行かれると。わかりました。危ないんで。雨がすごくなって、いますね、見えますか。え、何あの木の後ろ見えますか。もう相当近づいてます。いやー、ちょっとわかんないですけど、ちょっとあんまり近づかない方がいいかもしれない。え、この木にいるんですか。この木の後ろですね、あれは。後ろにいるの。あんま近づかない。いやいやいや、危ないですよ、小宮山さん。危ないです。あと、ないっしょだって。変なことやってんな、今。だっ！
こにですね、衝撃のこれは見たことなんでそんなセリフっぽいんですか、全部言うことが。これは何ですか。これは見たことがないと思いますよ、多分。ポッドキャストで。いやだって心霊番組でも。いや映ってて映るようがないでしょ、ここ撮っただけで。もうバッチリ映ってます。なんなんですか、演技帳と自分の顔すら傘で映ってないのを気づかない感じは。な、本当にもう傘をね、顔で隠したくなる気持ちも分かると思います、僕の。傘を顔で隠したくなる、傘で顔を隠したくなる気持ちも分かると思いますよ。、はい、まあ見てください、小宮山さん。見ますけど、何ですか。えっ、これは、これはもうちょっと待って、これ映ってますよ、本当に。これか、これ顔ですよね。そうです。さっきの木にいた、向こうの木にいたやつの一匹ですね。ちょっと待って、そこでしょ。まさにこの木です。カメラちょっと撮ってください。これどこ、ここに、なんかこれ完璧に映ってるよ。ちょっと近づかない。